皆さんよろしくお願いします。哲学徒です。今回はプラトンの思想の4ということで、理想国家と鉄人政治ということでプラトンの国家観についてちょっとお話ししていきたいと思います。プラトンは国家の中で、国家という対話編が、かなり、岩波文庫版で上下巻かなり長い本なんですけどもの中で、哲学者が統治する理想国家を説いた。プラトンの国家論は国家を一つの魂と捉え三分節に対応する三階級からなるものだったと。で、これは前回お話しした、魂の三分節と資源徳の話と重なってくるんですけども、あれは前回の話はあくまでも一人の人間の魂の中での調和の話だったわけですけども、それをその国家における階級として捉えてみると、プラトンの国家観というのはよく理解できるかなと思います。理性の徳である知恵を代表する階級が統治者階級、これは哲学者が含まれていると。そして意志、気概の徳である勇気を代表する防衛者階級、こちらは、軍人や戦士が代表していると。そして欲望の徳である節制を代表する階級として生産者階級、これは農民や職人を考えていると。で、それぞれの階級が、知恵、勇気、節制の徳を身につけることで、国家全体が秩序の取れた正しい状態、正義を実現できると考えていたと。この関係は、前回の資源徳の関係と、重なってくるわけですけども、理性の徳である知恵、そして意志の徳である勇気、欲望の徳である節制が、満たされることで初めて正義が、実現されると。そしてこのようにプラトンは、哲学者による政治っていうことを、中心に考えているわけですけども、プラトンによれば、哲学者が国家の支配者となるか、支配者が哲学者とならない限り国家にとっても人類にとっても幸福はないと考えたと。なぜなら統治者には正義を実現するっていうことが求められ、善のイデアについての知が求められるからであると。このようにプラトンの政治観というのは鉄人政治と呼ばれていると。で、プラトンの政治思想は哲学者が統治を行う鉄人政治であるということを押さえておけば試験対策としてはいいんですけれども、プラトンの思想っていうのは後々やはりこれは非常に全体主義的な国家を、表してるんじゃないか、そういう独裁政治を表してるんじゃないかっていうような批判であったりとか、またそのプラトンの弟子であるクリティアスっていう人が、行った政治っていうのが、非常にその 理想主義的でありながら、非常に残忍な政治体制、腐敗した政治となってしまったので、批判されている部分でもあると。で、今回ちょっとこれでプラトンの思想を駆け足でありますが話してきましたので、次回、いよいよアリストテレスの思想について取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。